はいどうもお疲れ様ですでは今回はですね4月24日から4月28日までの17週目をね、えー、週間解説していこうと思いますまだこれから訪れる1 1週間なんで、えー、全てが仮説になってきます、まあ、しかしですねこの1週間での取引がやっぱりねやれてくると FX ってのはかなり楽になってくるんですよでデイトレードと言われる1日の中で エントリーと決済を繰り返す方法っていうのはそれなりにね意識的な時間的な拘束もありますし、まあ、タイミングずれってのも結構起きやすいんですけども月曜日に、まあ、玉を立てて金曜日に決済するもしくはまあ木曜日に決済することもあるんですけどもおおむねは金曜日とかね土曜日の朝に決済するんですけどもそうなるとね多少の誤差っていうのはあんまり気にならなくなってうんまあ廃炉ではないんですけども 月曜日の価格よりも上か下かで全て1週間の収益っていうのを取れていくんですよね。まあ、だからね、ものすごくね、あのー、収益も増えやすいですし、作業が楽なんですよね。作業が楽だからあ、日々の解説も細かくできるっていうことにもなりますけどもねで。日々の解説を細かくすると、テクニカルの技術も上がりますんで、まあ、1週間も強くなるっていう、まあそんな運びでございます。で、1週間をいろいろと見ていく上で、 これから始まる24日月曜日から30日日曜日までの間ね。まあ正確には28日金曜日ですけども、この1週間にどんなファンダメンタル要素があるかってことはやっぱりチェックしておきたいなと思いまして、今回のこの動画になっております。で、えっ、ー、とね、大したのがないんですよ。今週はファンダメンタルがほとんどなくって、テクニカルが素直に生きる時期なんで、あの、デイトレードがものすごくね、やりやすいんじゃないかなと思ってます。はい。 で、えー、とファンダメンタルがないってことは今度はね習慣がね取りにくいんですよ実は <laughs>、うん、だからファンダメンタルの要素っていうのは習慣で取引したり月間で取引する時にはものすごく有効なんですけどもテクニカルっていうのはねどっちかっていうと1時間とか4時間に対して有効なんですよねであとはあ1分とか5分とか15分ってのはこれも単なる運ですランダムウォークです、まあ、そういった解説もね、えー、何度もしてきたと思いますけども で、24日25日とこの日本とかアメリカっていうのを見ていくんですよで他の国っていうのはねもうほんとほとんど関係ないんですよねまあ、突発的になんかねあのそこが要因だみたいなことはあるかもしれませんけどもほとんどが日本の国旗とこのアメリカの国旗を見ていけばいいっていう形になります、まあ、例えば日本の25日ですけども企業向けサービス価格指数ねこれも今までねそんなに、ね、影響があったことはないんで無視しますね 住宅価格指標っていうのはたまに大きく変わるんですけども、うん、まあ予測がマイナス0.2で前回の修正が0.2。まあ0.2だったらね、そんなに関係ないかなってことです。2.5くらい3とかになってくるとね、いろいろとお威力が出てくるんですけども、今回はそんなに重要ではないかなと。あ、ちなみにここに重要度って出てますから、わからない方はここを見ていってください。重要度が高い場合は、丸に、こうやってね、黒丸になってます。 で白抜きの丸は、まあ、それに比べたらまあそうでもないかなっていうとこですねこの右上に書いてますけどねこういうふうに見ていってくださいでここも63万件64万件ねまああんまり影響がないなと今週の材料はほとんど1週間の取引には影響がないんじゃないかなってところばかりですねあとはニュージーランドがあるというとこですか26日もいくつかありますけども うんこのローン申請指数ってのはほとんどね、もうい,いらないというか、材料があるよってだけで、あんまり影響ないですね、耐久剤の受注っていうのは、まあ影響がないわけではないけども、数字があんまり変わってないので、これもいいかなってところです。はい、27日ですけども、うん、これもあんまり重要じゃないですね、金額的にも大したことないんでね、1兆円ぐらいになってくると、影響が出てくるんですけども、まあこれもあんまり。 影響を出すような指標ではないかなってところで、スルーですね。ジャパン、これも、この二つもどうでもいいかなと、うんで。結局27日、あー、これがあるか。ここですね。GDP の即報値がありますんで、これだけ気をつけたいですね。27日木曜日。木曜日はちょっとチェックですか、うん。これは、あの、意識した方がいいかなと思いますんで、大きな資金は入れない方がいいかなと、木曜日。あとは、個人消費。ここもまあいいでしょう。 ここうん、p まああんまりいいですね、この辺もね。大事ではないってことはないんですけども、27日はこれだけです。うん、21時30分で書いてますんで、まあもう取引してない時間だから、結局どうでもいいってことになりますけどね。<laughs> それから日本ですか。日銀の金融政策決定会合。これはちょっとチェックしておきたいですね。重要度があの 中ぐらいになってますけども、結構大事ですよ、これ。あとはまあ、それに比べたら、どうってことないかなというところですね。で、28日。あ、上田総裁の定例記者会見。これはかなり重要ですね。金曜日の15時半は、あの、1週間で一番動く時だと思いますんで、見ておきたいかなと。これだから何を言うかわかんないですからね。だから影響があるのかないのかわかんないですよ、これ。まあ、多分影響あると思いますんで。 うん。だからこの金曜日はもう早めに15時ぐらいには店じまいした方がいいですね。うん。というふうに1週間見てるわけですよ。こういうのをデータで。だから情報で、えー、どうするかを決めるから、ファンダメンタルでしょテクニカルっていうふうな、ここでは、あのー、ドル円の価格も見てないし、チャートも見ずに決めていくわけですよ。だから長い時間軸になると、こういうふうなものばかり見て、 実際にチャートも値動きも見ないっていうふうな取引になってきますねはい28日いろいろと出てますね28日もう取引してない時間なんでここら辺はもうあんまり私たちにとっては見たら関係ないですはい、まあ、こういうふうに見て取れますだから金曜日木曜日と金曜日ですね金曜日の、まあ、上田総裁日銀総裁のうんまあ発表がどうなるかなってことですよね でですんで、えー、と17週目はね上に行くのか下に行くのかってことはこれはね木曜日金曜日のおかげで分かりにくいですねかなりねうん、まあ、それだけ申し上げて1週間の今度はねしっかりと価格とチャートを見ての解説につなげようと思いますんで引き続きそちらの方もご覧ください